いきますよ。はい。はい。言い換えゲーム。言い換えゲーム。あ、ちょっと、あ、ちょっと、どう？何？何？What's your name？ おかしいって。じゃ今からじゃんけんで負けて、負けた人はケツバットされます。痛いって言わないでください。痛いって言ったらあかん、痛いって言わないで、痛いを他のイから始まる、単語やら文章やらで補う。なるほど、むついじゃん。はいはいはい、いけるよ。いける？うん。じゃあ行こう。OK。よし。何で？あ、じゃんけんか。じゃんけん。OK。じゃんけんでいきますか。うん、はい。最初はグー。じゃんけん。はい。あいこでしょ。あいこでしょ。よっしゃー！だ、ケツバット役ね。しばきます。3回連続。あ、3回負けた人がいたらもう終わりね。OK、うん。最初はグー、じゃんけん、ぽい！あいこでしょ！よっしゃー！しばくぞー。ぶねー！よーし。オッケー、いきます。はい、いくで。しこい。ううっ、いつか必ず思い出すだろう。ううっ、いつか必ず思い出すだろう。いつか必ず思い出すだろう。いつか必ず思い出すだろう。必ず思い出すだろう。ケツく？確かにちょっと中二感あるもんな。なるほど。そこまで痛さ伝わらないな。絶対思い出す。うん、絶対思い出す痛みだってこれは。ほんと、いつか。なんか同じ。そういうこと？そういうこと？なるほどね。いつか思い出す。なるほど。痛みは。そういうことね。痛い。死の間際かな。ちょっとかっこいいテイストだな。思い出す。思い出す、これは。痛かったぁ。相当痛かったんだな。ええ音さしてたしな、いつか思い出すんだもんね。恋愛みたいな。よし。いやよし。はい。じゃあ2回攻め。よし。いて最初はグー、じゃけっぽい。うーやったぁ。もう。やだよ。やだよ。痛いよ。誰や餌食になんの。マジでやだよ。じゃんけんしろよ。怖っ。意味ないってそれ。OK。まだやる人おんねん。最初はグー、じゃんけん、おい。うわー！本当にやだ。本当にやだ。よし。あ、ちょ、あ、ちょ、おー！ちょっと怖いからやめてよ。ポンポンポンやんのやめて最初に。怖いから。今感覚、感覚をね、調整して。めっちゃ怖い。ちょっと怖い。よし、来い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 、ちょっと待って。どうしたん？ちょ、何どうしたん？怖いよ。大丈夫、早く、行こう、早く。大丈夫だって。袖まくる必要あんまないよ。お母さん。俺がまくるのわかるけど。うわー、怖っ。え？いかがですか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 ？あ、聞いてんの？いかがですか？いや、俺は気持ちよかった。いかがですか？あ、なるほど。よかったです。あ、逆に聞くパターンだ。あー、それならよかったです。あ、別に痛さは伝わらんけどね。それならよかったです。圧倒的下僕感でも伝わってくるね。いかがですか？毎回そう。いったって言ってへんかった、いかがですか、いかがですか、まあ、即座に変えたな。気持ちよかったならよかったです。ああ、そう、これをなりわいとしてる人じゃん。はい。日頃から。殴られやだって嬉しい。嬉しい。まあ、で打たれる方は確かに嬉しくなるね。なるほどね。さあ、これマジでむずいね。むずいよ。めっちゃむずい。痛いって、痛って、すり込まれてるから、俺ら。そうそうそう。やりましょう。はい。
最初はグー、じゃんけんぽい。うーわー、もう、言ってよ、お前。お前、言って。お前ら、ヘボいね、じゃんけん。こんなとこで、うん、使わせないや。お前、痛いんだよ、あと。しょうもないところで。やだな、マジでやだ。これだけだし。意味ないねん、それ。時間の無駄。よし、見えた。リラックス、リラックス。リラックスも意味ない。最初はグー、チェック、パレッ！よっしゃ！ちょっと、マジでやめて、マジでやめて、マジでやめて、ごめん、ごめん。本当にやだ、本当にやだ、本当にやだ、本当にやだ！ルールやからな。続けては痛いって。お前がやんねえと終わんねえんだよ。怖っ。こいつなんなん？いやー、ちょっとマジでやめて。よし。え、ちょっと本当に、なんかさ、ここのゾーンやめて。どこのゾーン？ここのゾーンやめて、さっきここだったから。いや、そこのゾーン、ここら辺のゾーンやめて。いや、そこさっきのゾーンより下やめて。いや、ほとんどやねん、そこ。お尻のホームランコースなの、それ。もう同じとこ2回はやばいもん、俺。あー、怖っ。すすらないで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 。いや、その、前儀みたいなもんだよ。痛いから、ごめんごめん。すするの。わかった。傷跡。傷跡って言った、俺。よし。怖っ。あ、怖っ！すすってへんねん。試合行こう。いやー、ちょっと、なんか蚊に刺されたな、この間に。ちょっと強そうや。あー、どうで、もう。強そう。見て、俺、あのガラスに映った俺のスイング。強そう。あー、ヒノペントもういいよ。ヒノペントの世界が欲しいよ。罪なき世界。イノセントの世界が欲しいよ。イノセントの世界が欲しい。イノセントの世界が欲しい。ミスチルみたいなこと言ってるけど。イノセントの世界が欲しいよ。こんなの。どういうこと？皆さん触る。こんなのダメだ。イノセントの世界にやんないと、もっとこの世は。こんなんダメ。なるほどね。こんなことが起こらないような世界にならなきゃいけない。リノセットな世界作んないと。確かにな。こんな痛みが起こる世界嫌だよな。嫌だよ。嫌だ。マジでお前を任せないといけない。そう。こいつの一人勝ちだけはやめよう、せめて。うん。よし、行こう。だから俺とピッピは今から、グー出す。やっぱ心理戦入ってるやん。しかもチームで。俺チョキ出すけどね。裏切られてるやん。考えずにやった方がええやん、じゃあ。チョキ出すけど。いや、何も考えない。こうやって、多分信長とかは死んでたよね。どこに結びつけてんの？下克上だ！多分。え？下克上だ！下克上。言ってやるぜ。はい。最初はグー、じゃんけんぽい！アイコンショアイコンショうわぁまた勝っちゃった。最初はグー、じゃんけんぽいあいしゃーなんなんお前なんだ俺がなんなんよお前ばっかじゃんなやこれこんなとこで運使いたないどんどん痛くなんのよお前よしムカついてくんなこいつ普通にこの撮影終わったらそれでぶん殴っかんな絶対やめろよ脳天ぶん殴ってやるよ脳天ぶん殴んなよケツにしろよせめてケツもあかんわよし今んとこ坂口から見て、どの言葉が一番ですか？え？どの言葉が一番でした？伝わってくるやつは。いかがですか？嘘つけ。嘘つけ。いかがですか？いかがですか？超えないといけない。ちょっとあれ超えてほしいな。うん。よし。マジでやられる方テンション落ちんだよな、これ。うん。よし。準備して。お準備して。お尻準備できたら言って。何それ？お尻準備できたら言って。何？なんで？なんだあいつ。できたら言ってっつったから言うようなのかな？準備できたって。な。準備できたよ。準備できた？はい。はい。ごめんなさい、日差しよけ。日差し。野球選手やって日差し隠すやつじゃん。上見てもボール見えるやつ。ちょっとライトそう眩しくないだろ。お前それなくてもさっきからずっとホームラン打ててるよ。はい。大丈夫よ。はい、こいつ。なぁ。いきます。
しゃー考えときゃ、いくら始まる。いきます。五十嵐くんに教えてあげないと。なんて誰五十嵐くんに教えてあげないと。五十嵐くん、この痛みを、この痛みを。誰や、早く、一刻も早く。どんなやつなんだ。ソフトバンクの教えてあげないと。ソフトバンクの勝ちすぎて、なんかやらせと思われるも嫌やし。うん。いや、いいよ。ここはちゃんとやろうよ。メジャー帰り？メジャー帰り？メジャーで、春季キャンプしてきた。マジで勝ちたい。もうやだ、もうやだ、もうやだ。マジだよな。最初はグッ、チョキ、ほい。もう、なんなん？もう。てか、これ終わりやん。だって2-2やもん。もう終わりやん、俺。やることなく。うわぁ、ムカつくわぁ。ムカつかれても。腹立つわ、こいつ。なんやろ、これ。ムカつかれて。うわぁ、これ。俺、お尻ノーダメージやから、こんなんできるムカつく、マジでこいつ。おちゃんけせよ。許さねえ。マジで負けたくない。俺もう。よし。初めて見るな、それ何やそれ。勝てるんか、それほんまに。指一本一本の威力を上げて。磨いてんねん。なるほどね。絶対勝って。よし。やるか。いや。最初はグー、ジャッキー、パイ！よっしゃー！よっしゃ！どっちでもよ。漏れるー！あー、やっと。漏らせな。絶対漏れる！絶対漏れる！いや、漏れたんだ、ここでした。絶対漏れる！トイレ駆け込め。絶対漏れる。よし。絶対漏れるぞ、俺。いやー、ちょっとマジでやばいかも。うわー、ちょっともう。よし。なよ。何もない。いやー、絶対漏れる。ちょっと待って。ちょっと怖い、怖い。もう出た。いや、ずるいです。出てる、もう出てる。なんか今、サイン送ってきたよね、さっき。明徳の監督みたいなことしだした。お前、名門高校の監督みたいなことした？やめろよ。バントでって落とした。バントでって落としたんか。命令してくんなよ。バントでって。よし。うん。うわぁ、怖い。あー、ちょっと、うわぁ、怖い。こいつマジで腹立つなぁ。よし、言うぞ。この位置が2かけ。何それ。お、種だ。何それ、これ、何それ。檜山の応援。檜山の応援から。加えんなよ、檜山慎次郎の応援。変なやつ加えんなよ。代打の神様。代打の神様。あー、怖い。行くぞ。一刻も早く持ってきて。持ってきてあげて。お前、染み垂れちゃうよ。いいですか？垂れちゃうよ。ここでいい。早く、一刻も早くって、そういうことで。そういうことだから。気づくの遅いよ、お前。早く。危ない。セーフ。危ない。あー、痛いな。はい。じゃあ、結果はピッピが、3回負けて、うんこちびって、で、俺が2回で坂口が0。あるこんなこと。ずるいな。こんな、なんかここ全部勝ったってすごくない？うん、5回じゃんけんやって5回とも勝った、うん、そっちの方が見どころや。違う、こっちだよ、こっち。こんなとこで運使うぐらいなら他のところで運使いたかった。まあ僕は運ってしたんですけどね。終われるか。そうかなと思った。ああ、はい。どれが一番表現できた？確かに。ああ、それはまあ俺が決めていいな、こんな。うん、やっぱあれですね。いかがですか？嘘つけ。嘘つけよ。嘘つけ。いかがですかが一番です。一番最初にやったやつだよ。いいの？そんなわけないの。いいの？こんな感じ。ビシビシ感じた。その頭の4つ越してないけど、いいの？痛そうやな。ビシビシ感じた。
罪悪感のピークちゃうから。あの時は。変なことしてるよ、お前。あの時以降は俺の罪悪感はもう下がりっぽい。最後の一発とかも楽しんでしゃあなかったもん。楽しんでたけど、確かに。いかがですか、いかがですかですね、MVP は。はい、やったー。もしね、からね、遺体が禁止される世界線があれば、皆さん、いかがですか。何言ってんの。そんなこと、そんな世界ない。え、まずコスコスすんの。こういうまとめ方じゃないのこの動画って。おい、ハイチうまい。そんなまとめ方ではない。みんながまとめ方分かってないやな。じゃあ、あざした。あざした。